はいい、えー、太郎でございます昨晩遅い時間にですねリューチェルさんの件投稿させていただいて私もちょっと悩んだんですがまあこういうふうなことだよということをこう思うという私の気持ちをねお伝えさせていただいたら割と反応良かったのでまあその続報じゃないですけど私この午前中今、えー、午前10時現在です各メディアテレビですね、えー、どのような報道をしているのかということで、まあ、おじさんおばさんたちがねお昼の休憩とか午後のね 休憩の時に見てあこんな感じだなっていうふうに思っていただければということなんですね。全チャンネルや見ているところ、まあ、NHK ではさすがにニュースでも取り上げてなかったですねで、えーまあ、テレビ東京は、まあ、そういったワイドショー的なことやってないんで、まあ、TBS は朝からそういったことワイドショー的なこともやらない趣旨なので他の全チャンネルは全部 えー、触れていましたで非常にあのびっくりしたのはやっぱりセンセーショナル的な何かこうこうだみたいな形じゃなくて皆さん落ち着いたトーンでこのテレビという形でやっているんだけども拡散の仕方だとかそういったことを考えながらっていうことですねでまあ個別のチャンネルねどうこうっていうとまたあれがあるので今までとはちょっと違うまあ確かに最後に「命の電話どうのこうの」っていうふうになるっていうふうなんですけどコメンテー 小木ママ以外の方とかはもうあの絡んでらっしゃるんであとみんな若い。 コメンテーターの方が言及してたっていうのが印象的ですね。で、一通りどのチャンネルも交流があった芸能人の方たちの残念です、辛いですとかいうことを、まあ、並べておいて、で、リュージェルさんの過去から今現在、えー、どういう形で沖縄から出てきて、えー、原宿のショップ店員になって、奥様と知り合ってっていう流れの中で、で、まあ、あの、昨年8月にっていう、あのー、違う形と分かれてっていう風になったんだけど、やっぱり そこからのの問題点があるとといいうのと誹謗中傷でで悩んでいた特に、まあ、これが本当に今の現代のこの SNS の良いも悪いもなんですけど当然、えー、昨晩から YouTube チャンネルは伸びております。りゅうちゃうさんの YouTube 一番最初のところがもう,もう見る見る間に数字も登録者数も増えていってきます。すごい爆伸びってわけじゃないですね。爆伸びってわけじゃないですけど Twitter のコメントはもう途中で見れなくなってるのかな。皆さんんいいろいろなんですが、Twitter 見るとこれ7月前半ぐらいからちょっとそれらしいようなことを大変だっていうようなことのコメントが、まあ、それが今回のことにつながるかどうかわからないですけど、えー、そういうようなコメントがつぶやきが見られるということとまあ一つはやはりこう過去からの誹謗中傷はもちろんだけどもそうして別れる別々の形でってそれから要望が変わる、まあ、男の様相から女性にっていう風になってからやっぱり誹謗 中傷のの内容が違っっってくるいいうかまあそれをははきりはやっぱりやぱどこのメディアも言えないんですよねでも、そういったようなことが本人の配信とかでもそういったことでえ少し気分が落ち込むということも言っていた、ここの問題なんですけど、どなたもしっかりしていて、特に最近ではそのキャピキャピしたことがえなくなって、真面目に真摯にね、いろんな問題も社会問題、自治ネタも語ってらっしゃるということなんです。でも私に言い合わせれば まだ27歳の若者ですいくら見識知識があって経験値があると言ってもその年齢でしか 見えない世界っていうのは間違いなくあります。はい。なんでか、簡単に言えば、それだけのことがあって、誹謗中傷されても、9100歳の人が言われても、そうは感じ取れないんで、感受性がやっぱ高いわけですから、通常よりもそのことをもう受けてしまう。ね。本人自身は、私をどんなこと言ってくれても、一番私が気になったワードは、あの方から出る言葉は愛、受け止める、多様性。いや、結論として受け止めきれなかったということです。これは厳しいようなんですけど、そんなやっぱり甘いもんじゃない。いうことは、受け止めてもらおうという人たち がみなそのそそものもすごい力で押し寄せてくるまあ、私ごとで大変恐縮ではございますが、最近でも、まあ、あの、まあ、相談を受けますよっていうようなことで、で、あの、もう直接喋ったりも、もちろんお金なんかいただいてませんよ、これに関しては。一切。お金をいただこうという気はないし、その仕事でやってるわけじゃないし、全部放送なんかで喋らないですよ。だから、喋ってないところでいろいろ話してる方たちがいるんだけど、私ははっきり言うのは、これ別に、その、あなたの、あの、気に入ること、あなたが慰めること言うわけじゃないんだ。 はっきりもうそれは間違ってるって言いますえみたいな当然その後に普通だったらですよもう1時間とか2時間喋ってありがとうございますとかなんとかなりましたそんなことは一つもないですはい <laughs> そうなんです。自分の不平不満を喋りたい。こうであって。同意してくれ。いや、違います。はっきり言います。それはあなたが間違ってます。私はそこまでいい。そういう見方は違いますよ。とか、そういうふうに私は思いますよ。それが、そういうことを望んでらっしゃるなら大間違いです。私はそう思うので、そう言わさせていただきます。って言うけど、やっぱりそれに関しては、もうそのまんまなんです。でも、分かってるんですよ。それって。最初から文面見るだけで。でも、あえて、そういうことを、私はこのもう60になるおっさんだからできることであって、そのガスの脱ぎ方も、こんなこと。 ってねっつって言って喋れるような仲間もいるわけで,でそれを全部晒して言うわけでもないからっていうことができるんだけど愛がっていうふうに言うけどほな全部受け止めれませんよ正直ってだからどこで選んでいくかっていうこと竜星さんも言ってたんだけど若者の代表というような形で持ち上げられてそんなんじゃないと思ってたけどまだ男性の見た目の時はいいんですよこれが女性になった時にもう違和感を感じるっていうことを一気に思われたのかなまあこれ本当にあに申し訳ないですけど男で もない女でもない方になってしまったっていうことなんですよねそれが綺麗になれば可愛くなればなるほど違和感を感じるっていうことですこれは我々私自身もそうなんだけど例えばまあ、一番わかりやすい違和感っていうのは皆さん入れ墨を入れてる人たちを見たとき違和感を感じますよねこれが外国の人だと何とも思わないですよねはい、外国の人たちを見てると何にも感じない怖いなんて思わないです別に何ともでも日本人の輪掘りとかその若い人たちを見るとそう思うのはこの日本人 のそれを見せてるマインドの人はどうだううららっっってててていうマインドは出しるるるかかですよ。はってやってるからそう感じるんだ,だけど外国の人たちはそれが日常なんでそんなを見せたからって言ってどうだっていう気がないから怖くない。で今回のところでもやっぱり男の人がお化粧をすることに対して私は否定も肯定もしませんし別にいいんですよね。ところが男の状態でメイクをしているというふうに見ていた我々ともうガチ女にの様相になってなった時に何を感じる かっていう違和感を感じるわけですね。で、本人自身がどっちに向いてそれをしているかって何に対してアピールをしているかって言ったらそういうことなんですよ。でもそれって前の自分たちが見ている彼のその様相があるからそこから抜けられないということだったと思います。それを多分おそらくそういった形で伝えてしまうと本人。本当は本人は勇気を振り絞ってそういう形を持ってったんだけどやっぱり同意が同意形成が得られない。で、いろんなところに講演活動をしたりいろんなことをやってる。で、あのリュウセイさんのすごく大きい功績。 っていうのは2020年におもちゃメーカーとのお話の中でなぜ男の子はブルーなの女の子はピンクなのっていうような話をしていますはいそれから3年経ってまあ全部が全部じゃないけども私はあの子供たちと触れ合うことを客観的に見る機会がある中でやっぱり女の子も平気で青とか緑とか紫を選べるようになっていますよそれに対して見てるのが違うよっていうことをまあいう年代の人たちもいるけどだいぶ変わってきてますねこれは本当に彼の構成 素敵だと思います絵を見ててもそういうことを選ぶ子が増えてきたのかな私もどこを何を目指してるか分かりませんがあのやっぱりよく見るとみんながみんなじゃないですよみんながみんなじゃないんですけどそれを選ぶことだって子供たちはそんななの関係ないもん自由ですだけどどっかで男の子は青女の子はピンク赤みたいなことがある中であの方があの時に彼が言ったことっていうのは大きくて親世代があ 男の子でもピンクでもいいのね。お人形遊びでもいいのね。だから女の子でも恐竜遊びや怪獣ごっこをしてもおかしくないし、車を走らせてもおかしくないというふうにはなったのが大きな功績なんですね。はい。やっぱりそういったところも見た上でこういうふうになったっていうことは、本当にトップを走る何か物事を変えようとする、いわゆるゲームチェンジャーとして先頭に立つっていうのは本当に風当たりが強い。まあそこの中で行くなら、男、ここも私も行けないんで男で、ほら、来る来いやって。でも、あの可愛らしい 美しいいようなな形の中でおらこいやっては言えないだから発言が尖った発言がなくなったっていうのはいうことは女性ということを意識するとやっぱり本当に今の日本の中で女性は弱,弱々しいものっていうようななんか弱々しくないですよ全然私は女の方たちの経営能力が高い方たちの話も結構きついですからねはっきり言ってきますからねそれは違,違うと思いますよとかこれは間違いそれなんでこんなことやってんですかってはっきり言われるんでびっくりしますけどでもその女性的に 言われた方のが傷つかないですね男の人に言われると何だこやろうと思いますけど女の人に言われると「あすいませんちょっと言い過ぎましたあ大丈夫ですよ」って「<laughs> えー、そうか」と思うけどあとのフォローもやっぱり女の人の人感じで言われると、うん、そううかっていう気はありますねだからここのところっていうのを本当に変えた方だと思うので私もこうやって喋ってることにおいてねお前がやらそうなこと言うなってお前が何なんだここ大事なところなのお前みたいな元犯罪者がお前みたいな元ヤクザがこれを言ったら何にも言えないわけです 一緒にはしていけませんけど元何々昔どうだったお前散々悪いことしてきただろあなた私の何を知ってますかって元ヤクザだから元犯罪者だからって言ったら今こう思うことって全部言っちゃいけないのかなじゃああなたはどうなんですかって話になってくるんですよだからこれを言ってっちゃうともう堂々巡りでどうなるそういうような言い方をしちゃうことが問題になってくるのかなっていうふうに思います私もこのいじめだとかそういったことを問題を考えるときに本当に自分は今でも 考えるると苦しくなるのは私たちが子供の小学校の時なんて学年で一人いじめていい人クラスで一人いじめていい人学校の先生の中でもバカにしていい先生っていましたからねそういうもんだと思って育ってるんでそこにならないように適当にからかいながら適当に関与しないようにがっつりいじめるやつはいじめるやつっていうそれが地域でも町内でも会社でも周りでもあった恐ろしい時代だって皆さん私たちの昭和40年代ぐらいとかそれぐらいの人たち見てくださいその,その通りだって言いますよ よく考えてて思いい出してくださいあいつにちは貧乏だとかあいつは汚いとかあいつは臭いとか平気で言ってましたただそういったものなんですよ人間それが集約して表では言ってはいけないという形になってるのが SNS という顔が見えない秘匿性のところでバッシンバッシンいくんですよでリュ c h e l さんに言っていた言動なんて何言ってたか分からないもうこんな文言は犯罪の文言ですよ今で言ったら刑事事件になるような文言ですよそれが2015年から延々と続いてるで特にこの,このあたりで加速した違う形で で書いてくるんです一旦褒めてる、ね、例えばリュウセルさんじゃなく私長駅太郎さんの活動は素晴らしいと思いますですがどうたらこ,こうたらだけどどうたらこうたら 元犯罪者がそそんな偉うううに言ののはどうの、ね、あなたが何を分かっているヤクザをやっていたっていうことは被害者がいるんだろうけどその被害弁者をしてからしゃべもう全く論点がずれてくるでもそれを言われるとどうやってこの私串でもですよどう対抗していいか分からない、ね、思わずそのコメントに言い返そうとするんだけどあそれやっても無駄なんだっていうこの無駄なんだっていうのは一日半日ずっとこう檻のようにどこかの串凝りになるような何かのところに蓄積するわけ ね、どういう風になるかって言ったら私なんかまだいいですね父親や母親に八つ当たりするわけです違う形でっていうのは母親の悪口言ったり父親のこと言ったり彼ら彼女は許してくれますからそれは言っても親子なんでそういうことが私もガス抜きできるからですよねまあこれ長くなりましてちょっと論点がずれましたけどまあ見ていくとテレビの論調はちょっといささか変わってきてそのセン,シセンセーショナルではなくちょっとこの寄り添うような形もうあの芸能人の MC の方言ってましたこうやって言ってて言る自分たちも 苦しいこれを言うことがね本当なんですねやっぱりそういったところでそのテレビ局側に忘れてるんじゃなくて本人の意見を言ってるってい感じはね好感も出ましたというお話ですまあこれ午後からのねワイドショーはどういう風になっていくかということをまたつぶさに見てねご報告したいと思います以上ですはいそしてまあ最後にこのまあ亡くなり方っていうことなんですがあの事務所でっていうことなんですけどもまあどうやらあのそういった薬とかどうこうとか連単とかじゃなくて首をということらしいですまあらしい といいうののはは見たわけではないのでなねあの私が目で見たわけではないんですけどもいろいろな情報だとかそういったことをいやそんなのまだ分かってないのにってね言われる方もいるんですけどそれは分かってないっていうのはニュースだったりテレビだったり週刊誌だったり新聞だったりっていうようなことだけどもそれよりも早く入る場合もあるわけなんであのお話しさせてもらってます詳しいことっていうのはまだまた出てくると思いますけどそういうことなんですで私これ触れたことは一つあるのは 本当に私が当初あの始めた時から携わっている仲間っていうかスタッフっていうか方がいて、その親族も本当にまだ1ヶ月経ってないですね。同じような亡くなり方して、本人もそれを見てしまって、もうここで行った時に私ちょっとメールで送って、今後、リューチェルさんのニュースを見ないようにねと、そして私の動画も見ないように、リューチェル関連のものを見ないようにっていうふうにメールをして、分かりましたっていうことなんです。やっぱり思い出すことがそ。そうなった時に どれだけね、その心労というか大変かっていうことをまともにお話しできないぐらいのショックを受けて食べれない口に物が入れない本当に昨日までずっと。 普通ににしててたのにっていうことなんですそれを私目の当たりに見てきたので,で距離感を持ってちょっと連絡がなかったらかけたりとかいろいろ見てまあ今回あのすぐ返答が返ってきたんでよかったんですけどその本人はねまあそうなんだけど残された家族っていうのは非常に大変なことにだから私あえて言ってるのはこういうことをするとこうなるよとやめろやめろって言ったってやまるわけでもないので特に今回はね若い方だったんでまだねっていう。いいろろ 私もこれ思うことも伝えたいこともあるんですけど一旦はここにしといてでそうしたことがうーん。 そこに家族にね。まあ、これももう憶測で言っても仕方がないんですけど。ね。じゃあ、私は誹謗中傷が一つ、ここの大きな原因であるっていうことを、昨日の動画でも言ってますけど、そんなこと分かってないって言うけども、じゃあ、全然それが関係ないわけないじゃないですか。ゼロのわけない。その原因もあるし、他の原因もある。本人さんも言ってます。すごく悲しいことがあったっていうことを言ってる。それプラスアルファ、積み重なったものとこれがあるっていうことで。絶対、じゃあ、全然この誹謗中傷、リュウジェルさんに対して、それがここのの。 の一つもないなないいいんていうことはありえないのわけでじゃあそれがないという証明もないわけじゃないですかね木村花さんの時とは状況が違うっていうかもしれませんけど死ぬ状況なんかみんな違います一億によって一億に全部違うんですよでも状況としてはツイッターだとか SNS における誹謗中傷だその方がどうだったかっていやそれだったら芸能人にな,ならなきゃよかったでもなりたくてなろうという方もいるかもしれませんがこういうことになったのはでも私でもそうです私も もなろうと思ってななったわけじゃないですよあこうなったらいいな何十万になったらいいなっていう漠然としたのもあるんだけどこういう形になっていくっていうのは皆さんの支持だったり皆さんの応援だったりなりたいと思ってなるわけじゃないなんてて言ってしまうことなんですよね私はおっさんですし年齢も睡魔前も分かってるからその状況をこう俯瞰してみることができるけどどんな見識と知識があっても若い方ならそれに溺れていくっていうことです。そしてまともななな判断ができなくなるのは 当り前のことなんで受け止めれることのキャパを超えてしまったっていうことそれがこの結果だと思います以上です。